はい、どうもマモチです。よろしくお願いします。ペナント阪神編やっていきましょう。ナイト変わらずです。今日は西武戦ですね。西武戦です。頑張りましょう。今現在の順位が、まあ、2位ではあるんだけども、広島との6ゲーム差が痛い。なんとか、この交流戦の間にな、3ゲーム差ぐらいで交流戦終われればなんとかなるとは思うんだけど、今日ピッチャー藤波さんでいきます。動画の中だと藤波さん2回目だよね多分。今日キャッチャー鶴岡さんでいきます。ちょっと待って、今日雄星選手でしょだよね。ヘイグ選手左にねやたらと強いんで、3番に置きたいと思います。こんな感じでいこうかな。こんな感じでいきます。守備問題ないね。ちょっとねゴメス選手高山選手がね2人とも左に弱くて、それ2人並ぶのがちょっとあれ怖いけど、まあ自力あるし大丈夫だね。なんとかしてくれるべと。よし勝とうぜ。ちょっと動画の中で2連敗でしょ。前々回のコメントで間の内甲府町の波激しすぎっていうコメントがあってちょっと激しいよね。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズセパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。頑張ろう。タイガースの先発はエースの藤波、対するライオンズの先発藤波さんもエースって呼ばれるんだね。メッセンジャー選手もエースって呼ばれてたけど、注目の2人いるのか。先頭バッターは秋山。プレイボール投げました。内角低めチーフ見逃し三振。ちょっとスロースターター取れるまでなんとか踏ん張れればライオン9号だな。投げた打った抜けた、うまい。ボールは中継、栗山いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた打ったいい当たりだ、ライナーセンター前クリーンヒット、センターからセカンドへメヒア、ナイスバッティングです。タイガー先制のピンチを迎えます。第3球を投げた打ったナイスプレー、うまい。ショートから2塁送球、よっしゃ危ないギリ危なかった、うまいね。ファインプレーいいね、最後はいい守りを見せた。1回の裏これからタイガースのスロースターターさえ取れちゃうかな、なんとか安定した気もするけど。次は5球目打ちに切れ込む、打てる気しないね。待っていくな。第5球投げた打った痛烈、うわダメか。うーんここはうまい守備に阻まれました。第5球投げた、オッケーダイバッチ、レフトへのスライダー、あ取られるかな、レフトを取ってアウト、スリーアウトチェンジ。菊池今日は上2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッター浅村さん全く抑えれる気しねえんだけどな。投球はこれから6球目打ちました。セカンドの右西岡掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは獅子の切り札森、投げました打ちました、かっこいいね獅子の切り札。これはヒットになります。森いいバッティングを見せました。ちょっと立ち上がりだけ踏ん張ろうや、頑張ろう。さあ5球目、これはあれだねボール球いけるね。確か1回目の時あんまり機能しなかったよねボール球使っても。第5球投げました打った流し打ち、掴んでこれで3アウトになります。2回の表、2回の裏これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福留、投げました、お打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、伸びた伸びた、ナイバッチナイバッチすごい、先制ホームラン、素晴らしい、渾身のストレートを完璧に捉えました。スタンドの緑が活力となりました。バッターは5番ゴメス、フルスイング高め来い、内角か。次が4球目、投げました打ちました、中村ボールを掴んだ、一塁へ送るアウト、ゴメス高山くんは待って行ってみようか。これでワンアウトランナーはありません。投げました見逃しの三振、うまい。バッターはロマンあふれる長距離砲江越、投げた変化球空振り三振、高めの変化球に、いやまあまあまあ1点取ったから2回が終了しました。
ライオンズこの回の攻撃はラストバッターからで、ここからスロースターターが取れるから、ある程度安定してくれればいいけどな。第3球を投げた、打ちました、レフト落下点に入りました。もう3点ぐらい欲しいな。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番栗山、投球これから5球目、打ったいい当たりだ、取ってこれで3アウトチェンジ。藤浪この回ピッ、3回の裏これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはストライク、早っ、空振り三振、すげえ早い。第5球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナー先頭が今日の第1打席はスイングアウト、ナイバッチヒット、打ったバッターは2塁へ向かった。いいんじゃない、西岡さんチャンス、B かチャンス強いし、最初のバッターボックスはセカンドゴロ、何でハマるかな、引っ張り投げた、ここは選んでフォアボール、ストレートのフォアボール、バッターは3番 A、 第1打席はレフトフライに倒れています。引っ張り2になっちゃったよ、けど引っ張りなんだよな。第3球を全然違ったわ、全然ハマんねえもの、すげえ自信あったんだけどな今。阪神甲子園球場からゲームは中盤戦に入ります。トップバッターはメヒア、第3球西岡取った、セカンドから一塁送球、これでワンアウト。いやなんだろう、気持ちの問題かな、やっぱスロースターター取れたら全然違うね。右のバッターボックスは5番浅村、最初のバッターボックスは内野ゴロに打ちました、東条ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。藤波見事だ。4回の裏これからタイガースの攻撃へ入ります。先頭バッターヘイグ選手、いいな、通算1500本安打まであと9本としています。なんか使っててすごいしっくりくるというか。バッターは5番ゴメス、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打った、住谷落下点に入った。いや福留さんのホームランがあってよかったな。ファウルグラウンドキャッチしています。第6球を投げました、154キロ直球、すごいな、空振り三振。5回の表ちょっと能力見ていい、伸びはいいなのか、やたらとあるふうに感じるけどな。尻上がり持ってたね、やだね。第3球は打ちました、サード正面のゴロ、サードから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番鬼崎、第1打カットボール見逃し三振。バッターは8番住谷、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。引っ張った、しゃない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 、シングルで止めてほしいけども無理か。住谷ツーベースヒットを放ちました、タイガース同点のピンチを迎えます。バッターはピッチャー菊池、第5球投げました、打ちました、打球はセカンドの左、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。藤波2アウト2塁のピン、さあ江越くん、タイガースの攻撃へ入ります。バッターロマンあふれる長距離砲江越、いけ、第1打席はスイングアウト、よっしゃなマッチ、鶴岡さんバント持ってたからここはバントで、どんまいです。送ることができません、藤浪さんもバントで、ランナーは一塁変わりません。取った、ケイナスバン、さあ得点圏にランナーを送ってきました、ツーアウトランナー二塁に変わります。おっと痛い怪我だけは、追加点のチャンスに奪った西岡、今日はセカンドゴロとフォアボール、勝負に出ました、行ってこい。第4球を投げました、打った、打球を左いやー参ったな、2アウト1、ここぞとばかりに使ったのよな。ゲームは後半に入ります。トップバッターは今日は三振とレフトフライ、ちょっとこのイニング踏ん張ろう、なんか嫌な予感がするから。投球はこれから3球目、打ちました、三遊間の当たり、一塁へ送る、よし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 、これでワンアウト、ランナーありません。バッターは2番栗山、投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、ボールが転がる、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、栗山いいバッティングを見せました、タイガース同点のピンチ。右バッターボックスは3番メヒア、
ネクストバッターサークルには中村。ピンチ F か、そっか、そうだよな。次が4球目、投げた、あっと引っ掛けた、ヘイク掴んだ、一塁送球、うまい、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、アウトコース低め見送ってフォアボール。ランナーは5番浅村。今日は一発勝負来るぞ、多分対戦に挑みます。さあ監督、ここで何か仕掛けてくるでしょうか。次が4球目、投げた、打ったに当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている。同点で、同点で止めて、タイガース追いつかれました。しゃんしゃんしゃん、負け越しのピンチで迎えるバッターは森。投球これから5球目、打った、引っ張った、あぶねえ。第6球は打った、危なかった今のは。余裕があります、取りました、これで3アウト。6回の表がタイガース、この回はさあ出ましょう。これヒッターもちょっとあったよね、確かに。今日はレフトフライとピッチャーゴロ。引っ張りでいきましょう。第4球を投げた、打ちました、ショート正面、うまい、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番福留、通算1500本安打まであと9。打った、セカンド左への打球、1500まであと9本か。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番ゴメス。今日はサードゴロとストライク、見逃し三振、三振甲子園球場。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは鬼崎、今日は外れてフォアボール。藤波、ストレートのフォアボールを与えます。タイガース、ここはバントシフトを敷きます。うわ、これ打ちました、ピッチャー返し、東条、ボールを掴んだ、うまい、二塁フォーサー、うまい、アウト、ゲッツー。バッターはピッチャー菊池、第4球を投げました、打った、強い当たり、入れば勝ち越した、さらに伸びていく、取ってアウト。ちょっとドキッとしました。ちょっとドキッとしたよ今。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃。トップバッターは高山、ここまで2打打ちました、フラフラッと上がった、浅村、落下点に入った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターロマンあふれる長距離砲江越、インコースヒット、レフト前ヒット、ナバッチヒットです。江越、いいバッティングを見せる、流し打ち、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第4球はフォアボールになれ、よしフォアボール。さあ藤波さん、どうする、代打だな、代打、加納さんいきます。ピンチヒッターは加納、タイガース一打勝ち越しの場面を迎えています。読み切れ、読み切れ、読み切れ、流し流し流し、第3球を投げました、よっしゃ、読み切った、よし、打球が転がっている、ナバッチ、タイガースここで勝ち越しました、加納タイムリー、今シーズン最初のヒットとなりました、素晴らしいよ。今日ツーベースを綺麗だったね、ダイソー、どっかな、あ、そっか、俺今日原口くん出してないから、原口くん代打枠いけるのか、もう代打今日は加納さんで決めてたから全然考えてなかった、そっか、よし、北条さん、今俺の頭の中によぎってんのはあるのはスクイズ、加納さんにダイソー出して走らせてゲッツーなくすか、いや動こう、まあな、場面が場面だから、まあ走れるとは思うんだけどな、一発勝負も溜まってるよね。チャンス10か。フルスイングなっちゃったよ。投げました。フルスイングなっちゃったよ。ダ
間違えちゃったよ。3アウトチェンジ。7回目。いや、オッケーオッケー。タイガースピッチャーライオンズ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは秋山。第4球を投げました。打ちました。セカンド右横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは今栗山。さっき内角打たれてんだよな。次は5球目流し打ち。いやー、打ちちょっと関係ねえじゃん。すげえ打つじゃん。栗山ナイスバッティングです。さあ、ワン第3球はこれは引っ掛けた。打球はサード後方、サードキャンパス後方、ボールを掴みました。第5球投げました。低めいっぱい、しかし低めいっぱいに決まった。8回タイガース、この回は2番からの好打順。トップバッターは西岡。投げた、打ちました。フラフラッと上がった。ショート落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。いや、打ってほしいな。お、あるぜ。第3球を投げた。ナイバッチ、あ、飛びすぎ。掴みました。惜しいね。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番福留。通算1500本安打まであと9本としています。今日4度目のバッターボックス。打ちました。あっと引っ掛けた。ファースト後方のフライ掴んで、これで3アウトになります。タイガース結局この。さあ、いよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは浅見。今日はここまで3打数1安打。セカンド大和選手いきましょう。サード今成選手いきますか。よし、タイガースピッチャーを交代します。もういきなり一発勝負使いたいぐらいの気持ちなんだよな。本当大事なんだよ。第4球は打った。よし、オッケー、ボールを掴んでアウト。オッケー、ちょっと楽になった。これで第3球を投げた、打った、セカンド正面、一塁送球アウト。さあ、いよいよあと1人。さあ、試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。さあ、ここで勝負に出ました。行ってこい。投球これから4球目。インロー、よし、最後は伸びのあるストレート。立てた。1点差で逃げ切りました。加納さんの代打のとこ良かったね。いや、コメントで代打枠可能でみたいなコメントが結構来てて、まあそれ見てっていう感じなんだけど。さて、本日のヒーローは、いいね、いいね、ヒーロー。今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように2対1タイガース僅差で勝利しています。まあ結果論だけど、なんだっけ、北条選手の一発勝負どうしようみたいな迷ってて、フルスイングの失敗、まあフルスイングの失敗が良いってわけじゃないけど、結局一発勝負を使わなかったことが良かったね。藤川選手を抑えで使ってほしいです。あ、ごめん、前々回のコメントです。読んでいきます。抑えで使ってほしいです。やっぱ抑えしっくりくるよね。どっかで使いたいよな。それこそ今日でも良かったか、調子良かったし。間之内さん、心が広い、なんだろう。それに対しての返信で、私なら切れて動画打ち切ってます。多分動画打ち切るのは簡単だけど、金も入ってこなくなって登録者も減るかもしれんのに、そんなことするわけないやん。あれか、打ち切れって言われたコメントに対して俺なんて言ったんだっけ。別に何でも言ってくれっていう感じのことかな。多分そのことかな。多分そうだと思うんだけど、なんだろう、むしろ楽しくないかなと思うんだけどな。なんかその、俺は俺でやりたいようにやってる中で、
コメントする側が言いたいことも言えないとかっていうのはなんか嫌じゃない？なんだろう。うん。だから全然いいんだけどな。俺はむしろ好きです。なんかその方が楽しいかな。まあ、ね、嫌な気持ちをさせてしまってると言ってしまえばもう申し訳ないとしか言いようがないんだけども。けど好きなんだよな、そこのやり取りというかが好きです。野球と関係ないですが、まのちさん競馬見たりしますか？競馬ただの掛け事と思われがちですが、夢が詰まった素晴らしいスポーツです。はい、見た理由はたまにかな。馬券とか買ったこともあるけど、全然そんな普段から見るとかもないし、その馬券の買い方とかもなんだろう、まあ、適当に、じゃあラッキーセブンの7番単勝でとか、まあ、その程度だけど、うん、あとテレビ見るって映ってやってる時には、いやーここはなんか3番が勝ちそうだなとか、全然馬のことは知らないんだけどね、そういう感じで見てるのは全然楽しい、好きですよ。まあ、うん、見たりしますかって言われたらちょっとそこまでがっつり見たりはしないけども、好きです、結構好きです。鶴岡さんのキャッチャー良かったな、使いやすかったな。いや、ヘイグ選手良かった、やったらな、外国人枠がな。俺今あれなのさ、マテオ選手抜いたの、成績すげえいいんだけど、安定してんだけど、ちょっとねヘイグ選手を使いたくて、でメッセンジャー選手も外しにくいし、ドリス選手も、うん、あとゴメス選手も外せないしって感じで、結構勇気いったかな、ここは。ただまあ一回やっちゃえばこの後いろいろできるけども、ヘイグ選手がすげえ使いやすかったな。今日成績残したっけ、わかんないけど、すげえやっててしっくりきた今日は。サカ選手使ってください。ミート G か、守備いいね。ああ、守備要員なんだ。機会があれば連れて行きます。俺の中でのずっとある不安が、いつ怪我するんだろうって不安なの。西岡選手結構頑丈なんだよね、能力以上に。それがすげえ助かってはいるんだけど、誰かしら怪我とかしたら、そうだね、守備要員で連れてくるかな。サードとかできないのかな。あ、できるんだけど、なんかあれだ、能力的にはセカンドショートがメインって感じか、あとファーストか。使うならあれだな、セカンドかショートで使いたいけどな。FA 市場が賑やかになりそうなんで、オフが楽しみです。今年ね、なんか楽しそうだよね。陽大館選手も FA 使うって言ってるし、ソフトバンクかな、やっぱり。本人が複数年契約してくれるところって言ってんだっけ。まあね、FA 使っていくだろうなっていうのはまあ予想できてたよね。その年俸の査定の時とかもね、なんかそんな感じはあった、とてもあった。最近コメント読む量が少ない気がします、もっと読んでください。はい、まのちさん今年のプロ野球はどうでしたか？面白かったです。本当にシーズン終盤だけど BS 映るようになって、それがなんだろう、よかったな。
まあ、BS で試合自体が 2,3 試合ぐらいしか見てないんだけども、うん、なんかすげえよかった。 BS で見てる自分すげえみたいな。多分よくわかんないと思うけどよくわかんないかもしれないけどね。まのうちさんこんにちは、こんにちは、ペナント全試合プレイしてますか？してないです。スキップで飛ばしてます。日ハム優勝しましたね。マノチさん的に優勝の MVP は誰ですか？やっぱり大谷ですか？大谷選手、もうそうだけど、俺はすごいピンポイントになっちゃうんだけど、陽大館選手の、あのセンターフライになったじゃん。なんだろう、そのピンポイントでシーズン通してっていうより、あのプレーで優勝が見えた瞬間だったのかなって思うんだよね。まあ俺はその時テキスト速報で見てて、後でその映像見たんだけども、なんだろう、そこかな。 MVP って言ったらやっぱあれか、シーズン通してか、西川遥輝選手かな。です。マノッチのお試しのオーダーの動画結構好きですよ。どうもありがとう。来年の中日の監督が森さんでほぼ決定したことについてどう思いますか？あれ、小笠原選手じゃない、いや選手じゃないよな、小笠原さんじゃないんだ。前なんか小笠原さんってコメントをもらってるんだけどな、どうなんだろう。ほぼ決定か、まだ決まってはいないってことか。これからは CS や、日本シリーズと、引退の時期と戦力外の時期ですね。戦力外選手とか間野さんは気になりますか？気になりますね。で、なんだろう、ありがたいことにツイッターとかで結構こう教えてもらえるのさ、どこどこのチームの誰々が引退したよとかっていうのをその記事付きで教えてくれたり、まあ、コメントだけだったりとかいろいろあるんだけど、そういうのを教えてもらえるんで、結構そこら辺の情報はいっぱい回ってくる。それはすごい助かってはいます。ちょっと間野内さん、阪神のことバカにしてませんか？サムネとか内容を見てもなんか阪神ファンとしては嫌になります。オーダーとかは全然面白いです。全然バカにしてませんよ、バカにしません、それはないです。これ言い切りますよ、ないです。まあ総マスターだったら申し訳ないけども、サムネとかのスタイルは変える気はないです。腹が立つかもしれないけど、今日投げていたので自慢させてください。僕横山選手にボールにサイン書いてもらいました。いいね、おめでとうございます。やっぱりケースに入れて飾ったりするのかな、そういうのって。もうちょっとコメント読んでいくか。もう、ああ、じゃああと2個3個ぐらい読んで終わります。まのちさんこんばんは、こんばんは。いつも動画楽しみにしています。ありがとうございます。ファイターズの選手で CS のキーマンになる選手は誰だと思いますか？近藤選手。なんか前も話したよな、近藤選手の出来でだいぶ変わるんじゃないかと思ってるってことはなんか話したと思うけど、それは CS も、はい、です。間野内さんはなんで野球場行かないのですか？間野内さんの采配、当たれば神ってる、当たらない時は淡々と進んでいく感じがする。頑張れ間野内タイガース。そうだね、言われてみれば当たらない時本当淡々と進んでいくよねなんか山場を作れることなく、逆に山場を作れればものにできてるってことなのかな。で、野球場行かない理由は、まあ人混みが苦手ってのもあるし、なんだろう、まあ今はね体のこともあるからあれだけど、治ったら行きたいなと思ってるよ。来年とかかな、行きたいね。
地上波でやってても BS で見れるなら BS で見たくなるの分かります。あ、やっぱ分かってくれるんだ。だよねだよね、なんか見ちゃうよね、ワクワクするよね、楽しいよね同じ放送ではあるのに、同じ試合であるのに。いやー、これ読んでいいのかな。あのね、俺次パリーグでやるって言ってたじゃない。次ね、楽天の予定なの。でコメントで楽天やってください、そろそろ本当にいい加減お願いします、 YouTuber さんの楽天の評価が低すぎて泣けます、シーズンもなかなかスカッとすることもないので頼みます。これね、あれなのよ、あのなんつうのかな、この先やろうとしてることをどう、あのコメントで言われるとすげえ読みたくないって思っちゃうのなんかそのなんだろうな、ちょっとね伝わらないかもしれないけどね、俺発信で行きたいところが俺発信でなくなってしまうみたいな悲しさというかあるんだよね。今日すげえ喋ってんな俺すげえ喋ってんな。よし、じゃあそろそろありますか。次は、楽天の予定です。あのね、島内選手、森選手をちょっと上手に使っていきたいなと思ってます。あと松井裕樹選手の能力が分かんないけど1回でいいから先発で投げさせたい。よし、終わりますか。終わりましょう。まあ今日は久々の勝利、よかったです。なんか嬉しいですね。あと明日は、ロッテ戦ですね。 QVC マリンなんで DH あり、頑張っていきましょう。ちょっともうちょっとヘイグ選手を見たいっていうのと、あと加納選手の代打枠、これはなんか本当に武器になりそうな気がする。ありがとうございます。はい、そんじゃ、終わりましょう。終わります。バイバイ。